ロシアによるウクライナ侵略が開始されて4ヶ月が経過し、ロシア海軍による黒海封鎖が世界の食糧危機を引き起こす可能性があるとして問題となっているよね。ヨーロッパ諸国やアフリカ諸国においては、ウクライナの小麦、トウモロコシ、ひまわりの種などの穀物の輸入量が大きいからな。ロシアが侵略して以来、ウクライナのオデーサ港などから、それら穀物の積み出しが滞っているみたいだもんね。そのことから小麦などの価格が大きく高騰しているだけでなく、絶対量が不足しているってわけだな。ヨーロッパではウクライナからポーランドを経由してバルト海などからの輸送ルートや、ルーマニアやチェコ、スロバキアなどからドナウ川などの、水運を利用するなどして穀物が輸送されているみたいだけどね。ロシア海軍が黒海を封鎖している限り、黒海を経由しての海運に頼るしかない。アフリカ諸国の食糧不足は深刻化の一途をたどっているな。さて今回は、ロシア海軍による黒海封鎖に揚陸艦が、役に立つのかということについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。6月30日にウクライナと南隣のルーマニアとの国境線であるドナウ川河口の、ドナウデルタの東の沖合約 37km の黒海上に浮かぶズミーヌイ島、英語名スネーク島から、駐留させていたロシア軍部隊を撤退させたとしてロシア国防省が発表したよ。このズミーヌイ島は、ウクライナの港湾都市オデーサの喉元とも言うべき位置にあり、黒海北西海域における要衝として、侵略開始初日にロシア海軍の攻撃を受けて占領されていたもので、ロシア国防省では同島から軍を撤退させたのは、ウクライナからの安全な穀物輸出の実現に向けた、国連の取り組みをロシアが妨害しないことを示す善意の因だと説明したんだ。だけど、それに対してウクライナ側はウクライナ軍の砲撃とミサイル攻撃に、ロシア軍の占領部隊が窮地に追い込まれたために撤退を強いられたに過ぎないと主張し、翌日1日にはロシア軍が前日撤退した同島に対して、ロシア空軍のスホイ30が2度にわたり白リン弾による攻撃を行ったと発表して、ウクライナ軍がドローンによって撮影した爆撃の様子の映像を公開しているよ。ウクライナの攻撃によって撤退したことを輸出のためにあえて撤退したって言ってるってこと？なんだか負け惜しみみたいだね。ズミーヌイ島にはロシア軍が撤退した後にウクライナ軍が進駐しており、オデーサ港を利用するウクライナの海運復活に期待が高まっていたんだけど、ウクライナ軍が、ロシア海軍が黒海沖に大型揚陸艦3隻を、新たに配備した上で海上封鎖の強化に乗り出していると指摘したよ。これを受けて、読売新聞などのメディアが、ロシア海軍は黒海封鎖を維持する構えとみられ、ウクライナ軍によるズミーヌイ島の奪還が、ウクライナ産穀物の輸出再開につながるかどうかは不透明になったと報じているんだけど、インターネット上などでは大型揚陸艦の展開が海上封鎖につながるとは考えにくい。として報道の見方に疑問を呈する声が上がっているみたい。これについては、黒海封鎖を懸念しているメディアは、ロシア海軍の揚陸艦をアメリカ軍が運用している強襲揚陸艦と、勘違いしているのではないか？との指摘があるよ。ロシア海軍が現在運用している揚陸艦には、古い順に1171号計画型タピール級揚陸艦、775計画型ロープチャー級大型揚陸艦、そして、11711号計画型イワングレン級大型揚陸艦があるんだけど、いずれもアメリカ海軍の強襲揚陸艦のような、艦から直接海上に、LCAC エアクッション型揚陸艇などを発進させて水陸両用作戦を展開することができる。ウェルドップや、固定翼機や同時に複数機のヘリコプターが初着艦できる飛行甲板などを持たず、港湾に接岸して搭載した戦車などの車両や人員を陸揚げする、いわばただの輸送艦なんだよね。この輸送艦にどれほど戦車や人員を搭載したところで、黒海の海上封鎖に貢献する戦力とはならず、メディアは水陸両用作戦の推進が可能な機能を持つ、強襲揚陸艦やドッグ型揚陸艦と混同しているのであろうと見られているぜ。1171号計画型タピール級揚陸艦は、満載排水量4360から4700トン、全長 112.8 メートル最大幅 15.3 から15.6メートルで、最大313人の兵員と20両の戦車を船内に、搭載して輸送可能なほか、追加の車両を上甲板に保管することができるよ。ちなみに3月24日にウクライナ南部のペルジェンスクで、ドローン攻撃によって撃沈されたサラトフはこのタピール級のことだな。775計画型ロープチャー級大型揚陸艦は、満載排水量4080トン全長 112.5 メートル。最大幅15メートルで、450トンの貨物を搭載でき、車両の積み下ろしのために、船首と船尾の両方にランプドアがあり、そこから車両や貨物の積み下ろしが可能で、
約650平方メートルの面積を持つ車両甲板に主力戦車や装甲兵員輸送車を収容することができるよ。そして最新の11711号計画が台湾グレン級は2022年時点で2隻が就役して、北方艦隊に配属されていて、満載排水量6000トン全長135メートル最大幅 16.5 メートルと、これまでで一番大型であり、最大で13両の主力戦車または36両の装甲兵員輸送車と、300人の海兵隊を運ぶことが可能とされ、現在建造中の3番艦以降では9000トンに大型化されて、貨物系 A52 系艦載攻撃ヘリコプターを搭載する機能が付加されているほか、搭載量は戦車が最大26両などとして倍増するとされているんだ。ロシアのこれらの揚陸艦は 76.2 ミリ主砲や BM21 グラートなどの、122ミリ多連装ロケット砲などが搭載され、地上攻撃能力を持つんだけど、海上封鎖に直接有効な艦艇とは言えず、仮にウクライナ側の、大型揚陸艦3隻配備との報道が真実であったとしても、黒海上空の制空権が確保されておらず、対艦ミサイルによる攻撃を防ぐ術がない現状においては何の役にも立たないどころか、ウクライナ軍の対艦ミサイルネプチューンや、西側諸国から供与されたハープーンの餌食となるだけとの指摘もあるみたい。ただロシア海軍は、旧ソ連海軍時代に、エアクッション型揚陸艇2隻を搭載して、運用可能なウェルドッグを持つ満載排水量1万4000トンの大型ドッグ型揚陸艦を運用していたぜ。3隻建造されて、2012年までに全艦が退役した1174号計画イワンロゴフ型大型揚陸艦がそれで、船首部分はビーチングに対応しているランプドアを備え砂浜に乗り上げての上陸作戦が可能で、さらに後部にはホバークラフトであるレベット型エアクッション揚陸艇が2隻運用可能な、ウェルドックを持っているほか、艦橋後方及びクレーン前方に、ヘリコプターの発着艦スポットが2カ所あり、格納庫には最大4機の KA-29 ヘリコプターを搭載することが可能とされているよ。ロシア海軍では2008年のグルジア紛争の際に、黒海艦隊の輸送能力の不足によって、増援部隊の揚陸に26時間もの時間を要した苦い経験があり、イワンロゴフ型の退役を踏まえて有事の揚陸能力と機動性の向上のために、2009年にフランス海軍が運用するミストラル級強襲揚陸艦1隻を購入する計画が立てられていたんだって。ミストラル級強襲揚陸艦について教えて。ミストラル級強襲揚陸艦は満載排水量2万1500トン全長2100メートル、最大幅 32.0 メートルで指揮艦機能も備えていて、全通飛行甲板には6カ所のヘリコプター発着スポットがあり、格納庫に最大で16機ほどのヘリコプターが搭載できるよ。また格納庫の下には車両甲板とウェルドップがあり、車両甲板フランス軍の主力戦車、ルクレールを13両、他の戦闘車両であれば60両程度の搭載可能で、格納庫に航空機を搭載しなければ戦闘車両230両程度が搭載できるほか、海兵隊員を400から900名搭乗できるんだ。ウェルドックは長さが120メートル、面積885平方メートルの広さがあり、車両甲板とはランプで接続されていて、最大8艇の機動揚陸艇 LCM と、最大4艇の汎用揚陸艇 LCU、あるいは最大2艇の LCAC の搭載が可能となっているね。ロシア海軍では1隻を購入し、4隻を建造する計画としていたんだけど、受け渡し直前の2014年にロシアがウクライナのクリミア半島を併合したことをフランスが抗議し、引き渡しがキャンセルとなり、ロシア海軍ではイワンロゴフ級を、強襲揚陸艦として復帰が検討されたんだけど、長い期間と膨大な改修費がかかるとされ、2022年現在も保有のままとされているんだ。これらのことから、ロシア黒海艦隊による黒海封鎖には揚陸艦の展開は重要ではなく、それよりも長射程巡航ミサイルカリブルを発射可能な、7隻の通常動力型潜水艦が大きな脅威となって海運再開が難しいと見られているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録。よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日は黒鉛筆が六角形で色鉛筆が丸い理由について解説するね。そういえば丸と六角形になってるな。あんまり気にしたことなかったよね。だよね。それじゃあ早速解説するよ。黒鉛筆が六角形なのは、握りやすいためで、親指、人差し指、中指の3本の指で支えたとき、3の倍数でもある六角形が手に馴染むんだ。また、転がりにくく机からの落下防止にもなってるんだ。色鉛筆が円形なのは、芯が黒鉛筆より柔らかくて折れやすいためなんだ。六角形の場合、握った時に力が一点に集中してしまうが、円形だと芯の周りに同じ厚さの木があるため、芯にかかる力が均一になり折れにくいんだ。
また、黒鉛筆は文字を書くことが主でずっと同じ持ち方をするけど、色鉛筆は絵を描くときにも使用し、様々な持ち方をするため円形の方が使いやすいという理由もあるんだよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。